今和の国のアリスは、アソウ,ウリョによる日本の漫画、週刊少年サンデーエースにて、2010年12月号から2015年5月号まで、連載した後、週刊少年サンデーに移籍し、2015年19号から2016年8号まで、月1で連載され、2016年12号から2016年14号まで3号連続で、連載された。 一席前は特別編が不定期で連載されていた。スピンオフとして、月刊サンデー GX にて、今和の道のアリスが2015年9月号から2018年3月号まで、連載。さらに、週刊少年サンデーでは2020年46号から2021年8号まで、新章となる、今和の国のアリスリトライが連載された。2013年に、アニメ化。 2020年にネットフリックスで実写ドラマ化。本作品の登場人物名はほとんどカタカナで書かれている。主人公のアリスをはじめ、不思議の国のアリスの登場人物にちなんだ名前の人物が多い。担当声優はアリスとカルベの2名がサンデー CM 劇場 OVA の順。それ以外の人物は OVA、円はネットフリックス版の配役となる。 玉川沿いのホテルを拠点とした滞在者の集団。トランプを互いに持ち寄り、今はの国脱出を目指すことを目的とする。様々な職業の滞在者が集い、異なった能力を持つ者同士でチームを組むことで、多種多様なゲームに対応できるようにしている。ビーチのメンバーには脳、NO、が割り当てられ、それがビーチ内での序列となっている。この序列は上位メンバーの死亡によって繰り上がるほか、 未収集のトランプを入手することによって一度に大きく昇格することもある。ナンバーワンの帽子やハとナンバーニのアグニハノに大勢力が牽制し合うことで平穏を保っている。しかし後に起きた殺人事件とゲームによって秩序が崩れてしまった。下記の紹介における各人の序列は初登場の時点の脳を基準としている。参加者は全20名。 以下に紹介する16名の他に J と名前が不明なままだった参加者3名がいる。一連のゲームを主催する人間たち。もともとはアリスたちと同様、今和の国に迷い込んだ滞在者だった。各々の,の,の動機で今和の国の永住権を手に入れて国民となり、各々の,のの目的のためにゲームを運営している。だが彼らもまた今和の国を統括する。 ジョーカーの駒に過ぎず、今和の国の答えを握る立場にはない。絵札の主その他の国民彼らの他に本編の人物もゲームに参加している。本作の舞台となる今和の国について判明している事実は以下の通りである。がついたゲームはルール上必然的に限られた生き残り枠をかけて、プレイヤー同士が争うことになるゲーム。 ファーストステージ難易度 A10 のゲームでプレイヤーとでイーラーが対決する。ネックストステージエフラのゲームで生き残った滞在者と今和の国の国民が対決する。サンデー連載7作品を連続 OVA 化するアニサン企画の一つとしてコミックス第12巻に OVA 付き特別版が2014年10月15日に発売。アニメーション制作は シルバー・リンク・コネクト。なお2015年10月6日より3週にわたり、東京 MX ・アニサン劇場はにて、テレビ放映が行われた。カクワリスト2020年12月10日より、ネットフリックスにて、世界190カ国に配信される。山崎賢人、土屋太志大鳥の W 主演。二人の共演は今回で4度目。 登場人物の設定やゲーム内容などは原作とは異なる点もある。日本や海外の視聴者数ランキングで上位に入り、海外のサイトでも高評価をされている。同月にはシーズン2の制作が発表された。2021年の1月には世界の視聴者世帯数が1800万人を超えた。ありがとうございます。